今日もスクープが届いています。いらっしゃいませ。ようこそ、芸能スクープ事務所へ。ミルです。霊夢です。マリサだぜ。よろしくお願いします。今日のスクープは、佐村河内守衝撃の現在でございます。この人、ゴーストライター問題で大ニュースになった作曲家だよな。ほとぼりが冷めてから名前は聞かなくなったわね。ゴーストライター問題が報じられて、およそ9年が経ちますが、今では衝撃的な生活を送っていることがわかりました。それは気になるわね。今回は佐村河内守さんの衝撃の現在について、解説していきましょう。ゆっくりしていってね。まずは経歴から振り返っていきましょう。佐村河内守さんは1963年9月21日に広島県に生まれました。高校では演劇部に所属し、卒業後は東映京都撮影所の俳優養成所に通っています。その後、悪役紹介に入るため上京しました。もともとは役者志望だったのね。確かに、いい意味で悪役が似合いそうな容姿よね。悪役紹介は、映画やドラマで悪役を演じる俳優さんたちで構成されたグループのことで、決して悪い組織ではないんだぜ。名前がちょっと紛らわしいわね。悪役紹介に加入した後、早瀬守という芸名で俳優として活動しました。フジテレビの単発ドラマなどに出演しています。俳優として順調のようだけど、作曲はいつから始めたのかしら?1988年、知人を通して知り合った大倉モンドさんとの出会いが、音楽活動を始めるきっかけとなったようです。大倉モンドといえば、新沼謙治さんの津軽恋女のプロデュースをした人だな。当時24歳だった佐村河内さんは、大倉さんにデモテープを渡しました。それを聞いた大倉さんは声はいいものがあったと評価しています。歌の才能もあったのね。大倉さんは、佐村河内さんを第二の矢沢永吉として売り出そうと、競りと称してレコード会社9社を集め、ファーストライブを開催しました。その後、2、3社との契約を持ちかけます。佐村河内さんはクラシックの作曲家だと思ってたけど、若い頃はロック路線だったんだな。でも佐村河内さんが歌手活動をしていた印象はないわ。ライブ直後に佐村河内さんの弟さんが事故で亡くなってしまったことや、佐村河内さん本人の問題を危惧した大倉さんは、レコード会社との契約を進めることなく取りやめてしまったのです。あと一歩のところで契約を取りやめるなんて、佐村河内さんにそれほどの問題があったということかしら?その問題こそが虚言癖でした。大倉さんはこのまま彼に関わっていくと、こっちがヤバくなると、佐村河内さんを信用できなくなり自ら縁を切ったそうです。大倉さんはこの頃から気づいていたのね。今考えれば、大倉さんは早めに身を引いておいて正解だったな。でも虚言癖と言われるほどの嘘ってどんなものなの?大倉さん曰く、佐村河内さんのプロフィールとなっていた、広島で暴走族の総長をしていた、極真空手初段というのは、おそらくどちらも嘘と話しています。自分を大きく見せたかったんだな。そこまで行くと話を盛るってレベルじゃないから、大倉さんの気持ちもわかるわね。1990年からはキッズというバンドを組み、リーダーサミーとして活動を始めました。この頃からポータートーンを用いたメロディ作り、作曲活動を始めています。ポータートーンって何かしら?いろんな楽器の音が出せるキーボードで、ドラム伴奏を流しながら他の楽器の音を演奏できるんだぜ。佐村河内さんはピアノが弾けるの?大倉さんによると、楽器も弾けず譜面を書く知識もなかったそうです。人前で演奏するほどの実力はなくても、ポータートーンで思いついたメロディーを弾く程度はできたということでしょう。それくらいなら、私にもできそうだぜ。1993年 NHK の番組サンガ象形シリーズの第1話武蔵野の音楽を担当し、翌年に放送されています。自伝によれば、この頃に左耳の聴力を失ったと話しています。耳が聞こえない作曲家として有名だったイメージだけど、もともと難聴だったわけではなくて、後天的なものだったのね。そして1996年、佐村河内さんは映画、コスモスの音楽を依頼されたことがきっかけで、オーケストラ規模の作曲を始めました。ここまでの経歴を聞いてる限り、オーケストラの作曲なんてできなさそうだぜ。実はこれがゴーストライター問題の始まりでした。佐村河内さんはオーケストラに対し憧れや雑学的な知識はあったものの、作曲をするほどの能力はありませんでした。それを自覚していたことからシンセサイザーで作った何パターン化のメロディーをもとに、専門家に編曲を依頼するという手段を取ったのです。そこで依頼を受けたのが新垣隆さんというわけね。てっきりゼロから新垣さんが作ったんだと思ってたけど、さすがに丸投げしてたわけではなかったんだ。でもほとんど新垣さんの腕に任されてる感じよね。
それなら作曲者を連名にすればよかったんじゃないか。サムラゴーチさんは当初、新垣さんに対し君の名前は演奏家としてクレジットするし、将来必ず引き上げるから、しばらく協力してほしいと話していたようです。でも結局有名になったのは自分だけだったんだな。どんどん言い出せなくなってしまったのね。しかもこの曲はサムラゴーチさんが制作予算を無視して約200万円もの自腹を切り、新垣さんが大学で集めた学生オーケストラに演奏させて録音したものだったのです。映画音楽の仕事ともなれば当然気合は入るでしょうけど、身銭を払ってまでクラシックにこだわる理由があったのかしら。サムラゴーチさんは子供の頃からクラシック音楽が好きで、現代音楽にあまり肯定的ではなかったそうです。調整音楽の復権に向け、時代が変わってほしいという希望を持って活動をしていました。そんなかっこいい信念があるんだったら、なおさらゴーストライター問題なんて起こさないでほしかったな。調整音楽って何かしら？調整音楽とは、バッハやビバルディなどの作曲家が活躍したバロック音楽時代に確立された長調と短調の2つからなる音楽のことです。中心となる音を決めることで安定した音楽になります。長調が明るいハーモニーで、短調が暗いハーモニーのことなんだぜ。音楽の需要みたいになってきたわ。映画秋桜が公開になると、別のゲーム会社やテレビ局への売り込みが成功し、ゲームソフトバイオハザードや鬼武者の音楽を担当するようになります。鬼武者は PS2 でめちゃくちゃやってたな。ゲームをやってて BGM がかっこいいと気分が盛り上がるから、音楽はやっぱり重要よね。ゲーム音楽も新垣さんが作曲しているのかしら。サムラゴーチさんが打ち込みで作曲したデモテープを渡し、新垣さんが多数の楽器によるオーケストレーションを担当するという形で制作していました。バイオハザードの交響曲クライマンドパニッシュメントの発売時、プロフィールには5歳から作曲を始める、クラシック、テクノ、民族、宗教音楽など20を超える音楽ジャンルを自在に操る記載と書かれていたそうです。完全に新垣さん任せってことではないのね。それにしても経歴詐称がすごいわ。本人の虚言癖によるものなのか制作会社の作戦か、わからないところだな。そして鬼武者の交響曲ライジングさんの制作中、医療検査機関から感音性難聴による両耳全聾と診断されました。ところが鬼武者の販売元カプコンの関係者によると、サムラゴーチさんは全聾である設定ということが社内での暗黙の了解だったというのです。実は聞こえているけど、聞こえてないことにしておきなさいってことね。2001年1月、ゲーム鬼武者とそのサウンドトラックが発売され、完成記者会見が行われました。その時ようやくサムラゴーチさんは、聴覚障害、抑うつ神経症など自らの障害や持病について公表しました。なんでそれまで隠してたんだ。それについてサムラゴーチさんは、耳の不自由な作曲家の作品には同情票がつくであろう、聴覚障害を売り物にしたという誤解も避けられないと答えています。良くも悪くも話題にはなるものね。新垣さんはサムラゴーチさんの聴覚障害について知ってたのか。曲作りの中で、新垣さんが録音したテープをサムラゴーチさんが聞き、それに対してコメントするという場面が何度もあったため、耳が聞こえないと感じたことは一度もありませんと話していました。サムラゴーチさんは聞こえないって主張していて、会社側は聞こえない設定ってうやむやにしていて、新垣さんは聞こえているはずって主張しているんだな。どの情報を信じればいいのか、わからなくなってくるわね。聴覚障害を公表して以来、サムラゴーチさんは耳が聞こえない作曲家として瞬く間に有名になっていきます。アメリカの雑誌タイムでは現代のベートーベンと紹介されました。かっこいい二つ名だな、羨ましいぜ。2003年秋に交響曲第1番広島が完成しました。ところが曲が長すぎたため、5年間もの間どこにも発表されなかったのです。地元の名前を冠した曲を作るってことは、ふるさとに対する思いは強い人なのね。2008年に広島厚生年金会館ホールで行われた G8 議長サミット記念コンサートにて、広島交響楽団により初めて演奏されました。その後、広島市民労賞を受賞しました。いわゆる市民賞です。やっと日の目を見たわね。その賞って、ゴーストライター問題が発覚した後取り消されたんだよな。いい曲であることは変わりないのに表彰が取り消されるって、なんだか寂しいわ。受賞後には東京交響楽団や京都市交響楽団により次々と演奏され、2011年には CD 化が実現しました。曲ができた過程はともかく、いい曲だから形として残ってくれるのは嬉しいことね。その後も映画音楽を担当したり、テレビで特集されたりと活躍を広げていきました。
中でも、ジャコンヌ・サムラ・ゴーチ・マモル原作作品集というアルバムの中に収録された、バイオリンのためのソナチネ・エイハ短調は、義手のバイオリニストミックンに贈られたことで話題となっています。ミックンは生まれつき右肘から先がなかったんだけど、バイオリンが弾きたい一心で義手をつけて練習して、すごい実力者になった女の子なんだぜ。でもその曲って、結局サムラ・ゴーチさんじゃなくて新垣さんが作ったのよね。それを聞くと、美談が美談として聞こえなくなるんだよな。他にも東日本大震災の津波で、母親を亡くした少女のために楽曲を提供するなど、作曲活動の手を広げるほか、2013年には交響曲第1番広島の全国ツアーが幕を切りました。一見、順調に作曲活動をしているように感じてしまうわね。誰か怪しいと思う人はいなかったのか ?2013 年に出版されたミリオン出版のブラック・ザ・タブーという機関誌に、現代日本にベートーベン現る、サムラ・ゴーチ・マモルの怪しい面々、というタイトルで、本人が語る経歴を揶揄するような内容記事が出ています。やっぱり問題になる前から怪しんでた人はいたんだな。それからおよそ半年が経った2014年2月6日発売の週刊文春に、全老の作曲家サムラ・ゴーチ・マモルはペテン師だったという記事が掲載され、ゴーストライター問題が公になってしまいました。どうして急に発覚したのかしら？きっかけはゴーストライターをしていた新垣さんが、週刊文春に告発したことです。18年間もゴーストライターの関係を続けていて、どうして突然告発しようと思ったんだ？サムラ・ゴーチさんとの関係に疲れてしまった新垣さんは、騒動にならない形でフェードアウトしたかったがうまくいかなかったと語っています。結果的に世間を騒がせる形になっちゃったのね。そういえば新垣さんはどんな経歴だったっけ？新垣隆さんは1970年9月1日東京都生まれの作曲家兼ピアニストです。東邦学園大学音楽学部作曲科を卒業しました。ピアニストのイメージだったけど作曲も専門的に勉強してたんだな。サムラ・ゴーチさんからの依頼の他に仕事はしていなかったの？母校の東邦学園で作曲専攻の非常勤講師をしていましたが、ゴーストライター騒動をきっかけに退任しています。大学の教員とはいえ非常勤講師は稼げないから、サムラ・ゴーチさんの仕事を受けていたってことなのか？いえ、サムラ・ゴーチさんの熱意ある曲作りを純粋に応援したいと思って協力したのが始まりでした。作品に関しても彼との関わりの中で作品が生まれたので共同の作品だと語っています。あくまで曲作りをやらされていたという感じではないのね。お金目的でもなかったのか。でも報酬はもらってたんだよな。18年間で20曲以上のサムラ・ゴーチさんの曲を担当した新垣さんでしたが、報酬は合計で720万円、印税はもらっていなかったそうです。素人でもさすがに少ないってわかるレベルね。サムラ・ゴーチさんからの依頼は、それ以上に創作意欲をくすぐられるものだったのかしら？新垣さんの専門分野は前衛的な現代音楽ですが、サムラ・ゴーチさんが作りたかったのはクラシックでした。新垣さんは自分の作品作りの息抜きとして、サムラ・ゴーチさんの依頼を受けていたようですが、決して片手間ではなく、できる限りの力を尽くして作っていたそうです。新垣さんは職人かたぎなんだな。求められるものは全力で作っちゃうんだ。サムラ・ゴーチさんは、いわばプロデューサーね。最初からそういう立場で仕事をしていれば、こんな騒動にはならなかったでしょうに。いくら共同作品というつもりで作っていても、作曲家として名前が出ているのはサムラ・ゴーチさんだけ、という事実は変わりません。サムラ・ゴーチさんの名前が売れるほど世間を欺いているという感覚と、その共犯者であるという気持ちが膨らんできてしまった新垣さんは、サムラ・ゴーチさんとの関係性が耐えられなくなってしまったのです。新垣さんは穏やかそうな人だし18年も経って今更、というよりは、言い出すまでに18年もかかっちゃったって感じだな。でも騒動になってから新垣さんはよくテレビで見るようになったわね。そうですね。新垣さんはメディアへ露出や音楽活動が広がっていき、むしろ充実した日々を過ごすようになっていきました。一方でサムラ・ゴーチさんは壮絶な日々を送ることになるのです。騒動になった当時はバッシングもすごかったから今でも大変な生活をしてそうね。問題が発覚して、交響曲第1番広島の全国ツアーは14回を残して中止となりました。ツアーの主催をしていたサモンプロモーションは訴訟を起こし、サムラ・ゴーチさんから5670万円の損害賠償金を受け取っています。とんでもない金額だな。それだけ期待値が高いコンサートだったってことね。いくら騒動前に稼いでたって、それだけのお金を要求されたら生活がままならないぜ。2018年に居住していた横浜市の分譲マンションを差し押さえられたために翌年売却し、
今は行方知れずと女性週刊誌などで報じられています。経済的には苦しいでしょうね。そうですね。2016年に楽曲利用料の未払いがあるとジャスラックを提訴し、著作権料として784万円を受け取っていますが、サモンプロモーションからの損害賠償にはとても足りていません。横浜を出て今はどこで何をしているのかしら。現在も神奈川県内に奥さんと愛猫と暮らしています。映画音楽やプロレスラーの入場曲など以前より数は減っているものの、作曲活動も行っているようです。最近の作曲活動はさすがに人に頼ってはいないよな。現在は DTM を利用して作曲活動をしているようです。県庁の作曲家の何十倍も時間がかかりますと語っています。騒動前より時間に余裕はあるでしょうから、一つ一つゆっくり向き合うことができているのかもしれないわね。でも騒動の影響で精神的に辛い部分もあるんじゃないのか。2020年からは YouTube で制作曲を次々と意欲的に発表している一方で、精神科で最重要度の PTSD と診断を受け通院しているそうです。 PTSD ってトラウマが突然フラッシュバックしたりするやつだよな。そんな症状がある中で積極的に創作活動してるのはすごいわね。今回は佐村郷地守さんの経歴や現在の生活についてご紹介しました。いかがでしたか。ゴーストライターって言っても共同で作っていた感覚だったってところはちょっと意外だったな。にしても本当に耳が聞こえるのか聞こえないかって問題は判然としないわね。佐村郷地守さんはゴーストライター問題が発覚した後、経済的、精神的に苦しい生活を送る一方で意欲的に作曲活動を続けていることがわかりました。方法を間違えてしまったとはいえ、佐村郷地さんの創作意欲というのは目を見張るものがありますね。今日も閉店させていただきます。ミルでした。今日もスクープが届いています。いらっしゃいませ。ようこそ芸能スクープ事務所へ。ミルです。霊夢です。マリサだぜ。よろしくお願いします。今日のスクープはおぼかた春子衝撃の現在でございます。彼女といえばスタップ細胞が出てくるんだけど、そもそもそれが何だったのかよくわからないうちに姿を消しちゃったのよね。最初はすごくマスコミで持ち上げられて、その後はバッシングで終わっていたのは記憶にあるぜ。おぼかた春子さんがかつて研究者としてスタップ細胞の開発に取り組んでいたことはご存知の方も多いでしょう。今回は彼女が注目を浴びた後に糾弾された経緯、その後の彼女の様子など順を追って見ていきましょう。ゆっくりしていってね。まずは彼女の経歴です。おぼかたさんは1983年、千葉県でエリート商社マンの父と研究者の母の間に生まれました。彼女の上に双子の姉がいます。ちょっと聞いただけでも十分ハイレベルな家族ということがわかるわ。母の敏子さんは帝京平成大学健康メディカル学部で教授を務めた後、臨床心理学長を務めるなどとても優秀な研究者です。そして姉の秋子さんも青少年の発達障害やうつ病の研究をしていて著書も発表しています。うつ病や発達障害は年々増加傾向にあるから、こういった研究は多くの人から期待されるだろうな。おぼかたさんも幼少の頃から生命や再生医療に興味を持ち、将来は研究者になると決めていたそうです。私小さい頃友達とアリンコ見つけて踏んでたわ。再生どころか消滅してるじゃないか。2002年4月、早稲田大学理工学部応用科学科に入学したおぼかたさんはラクロス部で活動し、卒業研究では微生物に関する研究に取り組みました。研究だけじゃなくてちゃんと学生らしくスポーツもしていて安心したわ。卒業後は早稲田大学大学院理工学研究科応用科学専攻修士課程に進学。ここから専門分野を転向し、東京女子医科大学先端生命医科学研究所の研究生となり、再生医療の研究を始めます。再生医療ってどんなことをするのかしら。怪我や病気で失った体の機能を元に戻すために、人間の体が持っている再生力を利用して細胞や組織、臓器の再生をすることなんだぜ。考えてみればささくれみたいな傷が治るのも細胞が働いているからなのよね。2008年に修士課程を修了すると、同じ大学院の先進理工学研究科生命医科学専攻博士課程に進み、この年にハーバードメディカルスクールの研究員となり短期留学もしています。学歴を聞いているだけで目が回りそうだわ。おぼかたさんを指導したある教授は、日曜日の夜遅くまで残る熱心さやプレゼンテーションで使う資料の質の良さ、自分の意見をはっきり言えることをとても評価していました。彼女がいかに真面目で熱心だったかよくわかる学歴だぜ。
2011年になると小保方さんは理化学研究所に入所し、発生再生科学総合研究センターの研究員として活動を始めます。2013年からは研究ユニットリーダーとしてスタップ細胞の研究に取り組むようになりました。スタップ細胞で有名になってから彼女の研究室が取材されていたけど、すごく可愛らしい部屋で驚いたぜ。ピンクと黄色のカラフルな壁紙で、部屋のあちこちには彼女の好きなキャラクタームーミンのグッズがあちこちに飾られていました。ペットの亀が入った水槽もあり、オフタイムに世話をしていたようです。研究職の女性って堅物な紐の女みたいなイメージがあったけど、彼女の出現によって大きく変わったわ。2014年1月、小保方さんは、スタップ細胞という特別な細胞を発見したと発表し、海外の有名な科学誌にも掲載されたことから日本中のマスコミが大騒ぎになりました。彼女といえばスタップ細胞って言葉が出てくるけど、そもそもこのスタップ細胞ってどんなものだったのか教えてほしいわ。スタップ細胞とは、体の細胞の分化した状態の記憶を消して初期化した細胞のことです。ちょっと待って、頭に全く入ってこないわ。例えばこれから何になろうかなと思っている細胞に、心臓になるように命令して心臓になったとする。するとこの細胞は、普通なら心臓以外の細胞になることはできなくなるんだ。ですが小保方さんは、この心臓になった細胞に酸性の溶液を浸せば、命令前の細胞に戻すことができると発表したのです。すごいじゃない。つまり、やり直しが効くってことなのね。何度でも再生が効くからな。はい。小保方さんはすでに進路を決めた細胞を初期化して、もう一度万能な細胞に戻したものがスタップ細胞だと発表しました。もしそれが本当だったら移植や癌の治療にも大いに役立つ、とんでもない話なんだぜ。マスコミは小保方さんを理系女子すなわち理系女の星と称え、ノーベル賞も夢ではないと日本中が歓喜しましたが、すぐに事態は大きく変わることになるのです。そういえば彼女、研究室では白衣じゃなくて割烹着を着ていたのよね。それも注目されていたわ。女性の研究者がこうやってマスコミの前に姿を現すことなんて今までになかった上に、彼女の可愛らしさが相まって、研究と同じくらい彼女自身が注目されていたからな。ところが世間に発表してからすぐに、小保方さんの論文には多くの不正が指摘されました。使われた画像や論文には、アメリカ国立衛生研究所などからのコピー&ペーストが少なくとも26箇所も発覚し、記載したデータからも多くの不備が出てきたのです。他から画像を持ってきて文章はコピペなんて、捏造でしかないじゃないの。ですが小保方さんは釈明会見を行い、スタップ細胞はあります。200回以上作成にも成功しました。などと強い口調で断言し、不正など全くなかったと訴えました。彼女のあの発言は、すごくインパクトがあったぜ。テレビで何度も流れていたからな。200回も成功しているなら、早くそれを見せれば納得するんじゃない？ですが残念ながら再現には至りませんでした。それどころか会見の直前まで入院していたとされる小保方さんは、検証実験への助言を行うために研究所に行っていたことも明らかになったのです。それじゃ捏造した挙句に口裏を合わせていたとしか思えないんだぜ。200回も作成に成功しているなんて話も怪しいじゃないか。さらに小保方さんをユニットリーダーに採用した際の試験では、作成した研究計画書に疑わしい内容があったこと、本来なら受けるはずの英語セミナーを省略していたことなども明るみになりました。彼女だけ特別扱いされていたのね。やっぱり可愛いからかしら？もしそうなら、男性研究員が信じられなくなるけどな。小保方さんの論文は撤回され、理化学研究所側も彼女の声による不正と発表しました。彼女はこの不正事件の中心的人物として世間から大きく批判を浴びたのです。バックアップしていた研究所が、ついに見放したのか。見方によってはトカゲの尻尾切りにも思えるんだぜ。マスコミは過剰な取材を続け、時には騒動が起こり負傷者が出るまでに加熱しました。それは後に BPO が名誉毀損の人権侵害を認め勧告が出るほどで、それはさらなる事件を引き起こしてしまいます。なんか状況が怖すぎるんだけど、何があったの？小保方さんの指導者で論文の共著者だった笹井義樹さんが精神を患い、研究所内で首を吊って命を絶ったのです。彼は指導者だったから、小保方さん以上に責任を追及されていたんだったな。笹井さんは小保方さんに遺書を残していました。そこには、スタップ細胞を再現してください。それが済んだら新しい人生を歩んでください。と書いてあったそうです。味方がどんどんいなくなっていく状況なのに追い打ちをかけられているようで、さすがに彼女のメンタルが心配になってきたわ。この遺書の真意について笹井さんの妻は、
新しい人生を歩んでくださいという言葉は、あなたには研究者の資質がないからやめなさいという意味なんです。と話しています。あれだけリケジュと騒がれた彼女が向いていないだって？はい。笹井さんは奥さんにいつも、彼女は研究者に向いていないからやめた方がいいと何度も言っていたそうです。こんなことになるなら、誰かが止めればよかったのかもね。いや、子供の頃から研究者になると決めて頑張ってきた彼女に、そんなこと言えるはずがないんだぜ。やがておぼかたさんが卒業した早稲田大学は、彼女の博士号の取り消しを発表しました。そして本人も理化学研究所を退職したのです。それにしても、彼女は何を根拠にスタップ細胞ができたと思ったんだ？外部の調査委員会が公開された論文とスタップ細胞の遺伝子データを解析したところ、スタップと思われていたものは ES 細胞の一種で、実験中に混入したものと判明しています。ES 細胞って何かしら？簡単に言うと、受精卵が少し成長した段階でできる胚盤胞の一部を培養したものだ。これも再生医療には欠かせないもので、生まれつき肝臓病を持つ赤ちゃんの治療にも使われるぜ。それを誰かが意図的に入れたってことなの？おそらく誰かの手で混入されたものとしていますが、それ以上の追求はできませんでした。わかったのは、スタップ細胞は今の段階では存在しないということだけです。結局、世間に期待させて全て振り出しに戻ってしまったというわけだ。理研を退職したおぼかたさんは翌年に式屋の碑を出版します。そこにはスタップ細胞の真実、研究所の日常や問題点から、マスコミの過剰な取材などが詳しく書かれており、ベストセラーとなりました。おそらく彼女が言えなかったことが書いてあるのよね。はい。研究者の道を断たれた無念さが込められています。ですが、この本を読んだ人たちのレビューはというと、真実がここにある。彼女は被害者だった。と、肯定する人と、真相が見出せない。真実を追求する科学に嘘はあってはならない。と否定する人とに大きく分かれていました。闇が深いな。まだまだ隠された秘密がありそうな気がするんだぜ。研究者を退いてからのおぼかたさんは執筆活動がメインだったようです。その後女性誌にも1年以上にわたりエッセイを連載しています。雑誌の連載って普通5、6回で終わるのが多いわ。それだけ彼女の文章は注目されていたのね。研究には論文が欠かせないから文章力があるのは当然だよな。書籍や雑誌向けの目を引く文章が書けるのも納得なんだぜ。そして意外なところでもおぼかたさんが登場しました。週刊文春の中にあるグラビア原色美女図鑑に彼女が掲載されたのです。本当に意外だわ。セクシー路線に転向したの？グラビアといっても水着ではありません。ワンピース姿で日記帳を抱えていたり、ペンを持ってカメラを見つめたり、本を開いたままベッドで眠る姿が掲載されていました。SNS でも、一瞬目を疑った。どうやったらそんなに屈強なメンタルになれるんだろう。といった驚きの投稿が相次いでいます。それにしても彼女、研究者の頃とは随分顔が変わったわね。あれだけ世間で叩かれたら普通もっと老けたりやつれたりすると思うけど、逆に綺麗になってるわ。整形の噂も多くありましたが、実際は謎のままです。きっと科学者の頃の粘り強さとか、転んでもへこたれない根性みたいなものが生かされているのかもしれないんだぜ。2020年、都内の洋菓子店に勤務するおぼかたさんの姿が週刊誌でスクープされました。彼女はパティシエになっていたのです。研究者から作家まではわかるけど、パティシエは思いもよらなかったわ。おぼかたさんが勤める洋菓子店はパティスリー洋子。完全予約制の人気洋菓子店です。そこでパティシエールをしていました。東京のスイーツの名店のランキングで1位になるほど人気の店じゃないか。週末の3日間しか営業していなくて、それも午後の数時間だけ。ホールケーキが9000円近くするけど味に間違いはないんだぜ。一度でいいから、ホールごと食べてみたいわ。この店は、普通に専門学校を卒業して簡単に入れるような店じゃない。おそらく彼女の腕前は趣味の域を超えていたんだろう。おぼかたさんは理研にいた頃、研究の合間に手作りのケーキを披露していたそうです。ケーキ作りは息抜きになっていたと話していました。彼女の作るケーキ、一度でいいから食べてみたいわ。どんなケーキが得意なのかしら？マウス型のチョコレートケーキとか。ごめん、やっぱいらない。そしておぼかたさんにはパティシエの他に、さらなる顔がありました。実は彼女がジェンソーに通っているという話も浮上しているのです。これもまた変化球ね、とことん意表をついてくるわ。ジェンソーは初対面の相手には早く打たないといけないルールがあるって聞いたぜ。頭の回転が速くないと務まらないんだ。リケジュだからその点は心配なさそうだけど、普
通に考えて女性が一人でジャン荘に通い始めるってかなり勇気がいるんじゃないかしら。一人ではなく男性と一緒に通っていると言われています。そこではその男性の名字で呼ばれているようなのです。それじゃ結婚したのかしら。それこそスクープされてもおかしくなさそうだけど。いえ、事実婚の可能性が高いようですね。おぼかたなんて名字は珍しいし、呼ばれたら一発で注目されるからな。パートナーの名字を借りた方が無難なんだぜ。一度道を歩くおぼかたさんに記者が突撃取材を試みましたが、彼女はとても動揺し足早にその場を去ってしまったそうです。猛烈なバッシングを経験しているからもう関わりたくないんでしょうね。芸能人じゃないけど有名人だから今もマスコミが放っておかないのよ。でも笹井さんは遺書で彼女にスタッフの再現を頼んでいたのに、このまま消えてしまっていいんだろうか。2016年にドイツのハイデルベルク大学の研究チームがスタッフ細胞の論文をもとに研究を続けていて、論文も発表しています。日本で彼女をバッシングしている間に海外では冷静に研究が続けられていたのね。スタッフ細胞というアイデアには可能性があるというのが海外の研究者たちの見方なのかもしれません。おぼかたさんは研究者としては残念な結果に終わったけど、スタッフ細胞の存在をアピールしたおかげで新たな可能性が生まれたと言ってもいいのかもしれないんだぜ。おぼかた春子さんは研究者を辞した後、著書やエッセイストで活躍したことでグラビアまで飾っていました。その後はパティシエや雀士としての顔も持っていることが明らかになっています。頭もよくメンタルも強い彼女ですから、何度でも立ち上がってほしいですね。今日も閉店させていただきます。ミルでした。今日もスクープが届いています。いらっしゃいませ。ようこそ芸能スクープ事務所へ。ミルです。霊夢です。マリサだぜ。よろしくお願いします。今日のスクープは野々村雄太郎衝撃の現在でございます。あんな号泣会見今までに見たことなかったわ。何回聞いても何が言いたいのかよくわからないのよ。あれが県議員だったと思うとため息しか出ないよな。もう随分経つが今でも脳裏に焼き付いているぜ。913万円もの税金を横領し前代未聞の号泣会見を開いた野々村雄太郎元議員、彼がどんな人物だったのか、また現在の様子などもお話ししていきましょう。ゆっくりしていってね。野々村さんは1966年に大阪市で誕生しています。小学生の頃のあだ名はホッサマンでした。きっと瞬間湯沸かし器のようにすぐヒートアップしていたのね。ストレートすぎる。彼の人格はここからすでに変わっていないんだな。名門として知られる大阪府立北野高校に進学し、1年留年して卒業、関西大学法学部へと進みます。偏差値が76もある大阪でもトップの高校じゃないか。政治家を目指すだけあって賢かったのね。野々村さんの学生時代を知る人たちは、自分の気に入らないことがあればすぐ切れるし、指摘されたら泣き始めると話していました。会見の時の彼そのままじゃない。友達にいたら面倒くさそう。大学卒業後は市役所に就職。ですがここでも同僚相手に、突然怒鳴っては場の空気を壊すということを日常茶飯事に行っていたようです。今更だけど、ずっと市役所にいた方が幸せだったんじゃないかしら。でも周りの人は大変だろうけどな。2007年、高校の3学年後輩だった橋本徹さんが大阪知事に出馬表明し、翌年に当選しました。これに触発された野々村さんは15年勤めた市役所を退職し、両親と選挙運動を始めます。政治家を目指すきっかけを橋本さんが作っちゃったのね。地方選挙に次々と立候補し4度の落選を強いられましたが、2011年の兵庫県議選西宮市選挙区で最下位ながら初当選を果たしました。この人が当選できたのはなぜだったんだ？よっぽど魅力的な公約でもあったんだろうか。それは当時の野々村さんが、西宮維新の会という政治団体を作っていたことが理由だと思われます。維新の会って聞くと橋本さんを連想するんだけど、まさか繋がっていたの？全くの無関係です。ですがこの名前で勘違いした人が多く、彼に投票した有権者の中にはなんだか騙されたとため息をついた人も少なくありませんでした。2010年に立ち上げた大阪維新の会は、歯にものを着せぬ物言いや大胆な政策を打ち出していたことで関西では絶大な人気だったからな。思わずパッと飛びついちゃったのね。維新という言葉、そして橋本元大阪府知事と同じ高校出身、関西大卒の元公務員、この経歴を聞かされたら彼を疑う余地はありませんでした。そりゃそうよ。選挙の演説で彼の性格まで判断できる人なんていないもの。晴れて議員となった野々村さんは、
傍聴席に両親を連れて議会に参加するなど職務に励むことになります。ちょっと待て、選挙に親が一緒なのは聞くが、議会に同伴するなんて聞いたことないぞ。議会が終わると控え室にも来ていたそうです。野々村さんはお母様に対しては高圧的な態度で接していたようです。単に甘やかされたマザコンね。なお、彼の在職中に西宮維新の会は2013年に西宮希望の女神に、翌年には最後の希望と次々改名していきました。なんで女神が出てくるんだ？それじゃまるで新興宗教じゃないか。野々村さんは県議時代、どの会派にも属さず完全な無所属議員でした。ここでも独自の路線を展開していたようで、議長選挙や副議長選挙では自分に票を入れていました。結果的にはほとんどその1票で終わっています。自分自身で票が入れられるなら、少なくてもゼロにはならないわね。でもその1票しかないのも、なかなか切ないぜ。落選した野々村さんが、当選した議員にこの恨みは一生忘れないなどといったメールを送りつけていたというから驚きです。そういうことやってるから信頼されないのよ。そして野々村さんが議員活動以上に力を入れて活動していたのが婚活でした。県の委託事業にあった出会いサポートセンターに登録し、熱心にお見合いを重ねています。この頃すでに40代半ばだからな。その気持ち、わからなくはないぜ。自身の SNS でたびたび婚活中と子供を持つことへの意欲をアピールしていました。そして時には県議会の本会議の質問中にも行っていたようで、何度か議長に出席されています。SNS はわかるけど、本会議で話すって気は確かなの？彼の婚活が県民に何のメリットになるっていうのよ。野々村さんが通っていたお好み焼き屋さんには、お客さんが自由に書き込めるノートが置いてありました。そこには彼の字で、お相手女性の希望は23から33歳まで、子供と家事が好きで議員活動に協力できる方がいいです。甘え上手な節約健康美女で、おっとり気長な女性がいいです。2014年中には結婚したいのでお早めに。と理想の女性像が綴ってあったそうです。ものすごい面食いと見たぜ。お早めにって、ずいぶん上から目線のメッセージでドン引きするわ。そして2014年、野々村さんの問題行動が発覚しました。出張回数195回で343万円もの交通費を計上、領収書の改ざんや公文書の偽造などで、政務活動費を913万円も騙し取っていたことが判明します。一体どうやったら、そんな金額になるのよ。1年の間に地元兵庫県内260回以上、福岡へ16回、東京へ11回の出張を、計195回繰り返したことになっています。これを2011年から3年間続けていたようです。それが本当なら、ほぼ2日に1日のペースで出張しているんだぜ。野々村さんが出張していたとする日付は、本会議などの議会登庁日とは重なっていなかったので、もしかしたら気づかれにくかったのかもしれません。そこはうまく頭を使っていたようね。2013年9月2日に特急を使って日帰り出張していたことになっていました。ですがこの日は阪神県内が記録的豪雨に見舞われ、神戸大阪方面からの特急はほとんど夕方まで運休しているのです。したたかに思えて案外抜けてるところもあるんだな。さらに出張したとしている日に大阪市内と神戸市内で、合計6万円の切手を購入していたことも判明しています。わざわざ切手を買いに出張したってこと？どう考えても苦しすぎるわ。ひどいのは2012年5月の記録です。正午に県庁から郵便物を出して、夕方は県議会控え室にいたにもかかわらず、東京に日帰り出張に行ったことになっています。もはや分身の術でも使わない限り不可能だぜ。これらの報告書において領収書は提出されておらず、活動内容も、県の事務及び地方行財政に関する調査研究などと簡潔な記載にとどまっていました。報告書にそう書けばお金がじゃんじゃん手に入るなんて、魔法の呪文じゃないんだから、ここまで気づかなかった県にも問題があったんじゃないだろうか。2014年7月1日、一連の問題行動に対して野々村さんが記者会見を行いました。全国民がフリーズしたであろう、あの号泣会見です。ですから、皆さんのご指摘を真摯に受け止めて、議員という大きな、区、カテゴリーに比べたら、無活動費の、報告の折り合いをつけるっていう、ことで、そういう問題、解決時代がダメに、俺はねえ。こんなのが兵庫県を背負って立っていたのかと思うと、こっちが泣けてくるわ。あの会見で結局何が言いたかったんだ？おそらく野々村さんは、誰に投票しても同じだと思っている人たちにはわからないだろうが、少子高齢化は日本全体に関わる大問題であり、私は命がけでこの問題に取り組んでいる。
政務調査費なんてこれらに比べれば実に小さな問題でしかなく、すでに返納することで解決済みなのだから、これ以上の私への追及は意味がない。と言いたかったのかもしれません。県民の血税をなんだと思ってるんだ。お金を返して丸く収まるなら警察なんていらないんだぜ。そうよ、万引きが見つかったからって品物返してお金払っただけじゃ解決しないのと同じよ。この会見は3時間にも及びましたが、数百回にも及ぶ出張の理由や、領収書を取らなかったわけなどの質問に対して、記憶にない、相手と約束しているから話せない、忘れた、としか答えておらず、具体的な説明はありませんでした。3時間もギャンラン聞かされて、何の収穫もなかったの？記者に同情するわ。あの人時々耳に手を当てて聞こえませんみたいなポーズをとっていたよな。ののちゃんポーズと言われていましたね。ただ質問が本当に聞こえにくかったのかは本人にしかわからないところです。だけど手を耳の前に当てているんだよな。あれじゃ逆に聞こえにくいと思うんだが。それにしても記者の人たち、よく途中で口を挟まずにあの会見を黙って聞いていたわね。会見の前にの野村さんが質問にかこつけた暴言や恫喝で自分が怖いと感じれば、この会見は打ち切りにすると通達していたからでしょう。最初にがっつり釘を刺しておいたのね。そりゃ何も言えないわ。この会見は日本だけでなく海外にまで広がる事態となりました。アメリカ CBS では日本の政治家がカメラの前でメルトダウンを引き起こしたと報道し、イギリス BBC の公式サイトでは野々村さんの号泣する顔写真がトップページを飾る快挙を成し遂げています。ああ、日本の恥だわ。彼は世界をちょっとだけ揺るがしたのかもしれないぜ。野々村さんはこの問題を受けて議員を辞職し、それまでに受け取った政務活動費は全て返還しました。県議会はすぐに彼を刑事告発しています。警察の取り調べではほとんどから出張だったことを認めていました。言わなくてもみんなそう思っていただろう。2日に一度の出張なんてまずありえないからな。神戸地検は野々村さんを在宅起訴し、3ヶ月後に初公判を開く予定でした。ところが精神的に不安定を理由に欠席し、裁判は一度延期しています。不祥事起こして過労で入院する、どこかの政治家と同じじゃないの。それで逃げ切れると思ってるのかしら。次の裁判では同じことをさせないために地裁より拘延状が発行され、野々村さんの身柄を拘延し拘置所へ収監させるという極めて異例の措置が取られました。拘延ってどういう意味なの？在宅起訴などで拘束されていない被告人が裁判への出廷を拒否した時に、裁判所が強制的に拘留させる命令みたいなものだ。なるほど。絶対逃がさないぞってわけね。初公判で野々村さんはふっくらした顔にスキンヘッドでメガネをかけて出廷、そして起訴事実を全面的に否認しています。いやいや、あれだけバレていたのにどうやって否認したんだよ。どんなに簡単な質問にも覚えていない、記憶にない、というようなセリフを約90回繰り返しています。偽造されたと思われるレシートについても野々村さんは、押収された以上偽造されているかもしれない、警察官がやったと思っている、などと主張していたのです。は？どこまで自己中な頭しているの？警察がそんなことして何の得になるというんだ。なお野々村さんは記憶障害と診断されたと話していますが、弁護側から診断日を問われると平成27年12月9日ですと即答しています。自分に都合のいいところだけはしっかり覚えているのね。なんともおめでたい頭なんだぜ。そして法廷でもあのののちゃんポーズが何度か披露されましたが、検察側からその格好は結構ですとばっさり拒否されています。会見では記者が気を使っていたけど、法廷でそんなものは必要ないからな。野々村さんに下された判決は懲役3年、執行猶予4年というもので、検察弁護側ともに控訴しなかったため、判決が確定しました。全額返金してるし、社会的制裁もがっつり受けていたからだろう。なんせ世界中から笑われていたものね。ネットでは、政務活動費は議員のお小遣いじゃない。次々明らかになっていくことが議員どころか人間失格レベルでドン引きする。これをきっかけに全ての議員を抜き打ち検査するべきだ、などといった意見が出ていました。彼のやったことが氷山の一角だとしたらゾッとするぜ。会見ではあんなに髪の毛ふさふさだったのに裁判ではツルッツルだったわ。まさかストレスで抜け落ちちゃったのかしら。だとしたらちょっとかわいそう。野々村さんは現職の頃から髪の量は寂しいものでしたよ。会見の時はカツラをかぶっていたのですから。全く気づかなかった。カツラってよくできてるのね。すぐに気づくカツラだったら、つけてる意味ないだろ。裁判から随分経つけど、彼は今どうしているのかしら？2018年の取材によると、大阪市内の集合住宅で暮らしているようです。
あまり自宅から出ることはなく、収入はご両親の年金が頼りと噂されています。もう50代半ばで年齢的にも厳しいのに、あれだけ名前が悪目立ちしちゃ再就職はよほどのことがないと無理かもしれないぜ。バイトすら難しそうね。きっとネットで拡散されるわ。今でもマスコミを強く警戒しており、外の足音を聞くだけで、家族、団地の住民、警察、営業マン、そしてマスコミなどと区別できるそうです。姿も見ないでそんなことが可能なのか？過去に記者が5回玄関のチャイムを鳴らしても全く出てきませんでした。ところが近所の人にドアをノックしてもらいポストに記者の名刺と手紙を入れてみると、中から取り出したと言われています。近所の人のノックには、ちゃんと反応するのね。ある意味特殊能力だわ。人間って追い込まれると超越した技を身につけるんだな。野々村さんが外出するのは人気のない深夜ですが、帽子にマスクにサングラスという完全装備の姿だと言われています。それ、逆に目立ってるって教えてあげた方がいいわ。彼の名前での SNS も存在しており、英会話や宅建の PR、婚活や占いの斡旋をしているブログも見受けられます。普通引きこもりの人が発信するときって、本人とわからないようにニックネームを使ったりするんじゃないの？まさかまだ野々村雄太郎で一旗あげたいのかしら？いっそテレビで洗いざらい話してスッキリさせれば、オファーは来るかもしれないぜ。あの強烈なキャラはそうそういないからな。野々村雄太郎さんは多額の政務活動費を横領し、大人げなく号泣しながらの釈明会見で世間を驚かせました。現在はひっそりと暮らしているようです。罰は受けたんだから、もうそっとしてあげようという人もいます。彼が次のステージに立てる日が来るといいですね。今日も閉店させていただきます。ミルでした。今日もスクープが届いています。いらっしゃいませ。ようこそ芸能スクープ事務所です。ミルです。霊夢です。マリサだぜ。よろしくお願いします。今日のスクープは騒音おばさん事件の真相でございます。大音量の音楽を流すなどの方法で隣に住む夫婦を不眠やめまいなどで通院させたという通称騒音おばさん事件は、2005年話題になった奈良騒音傷害事件です。懐かしいな。引っ越しって、音楽に乗せて布団を叩いているおばさんの映像がテレビに流れた時は、びっくりしたぜ。何がおばさんにそういった行動をさせたのかしら？常軌を逸した彼女の行動と事件の概要について詳しく紹介していきましょう。ゆっくりしていってね。事件の加害者となったのは川原美代子さんです。1947年生まれで富山県出身の彼女は、1968年に21歳でお見合い結婚をして、同年に長女が誕生しています。結婚が早かったのね。この時期はまだ近所でトラブルなんて起こしていなかったのよね。1971年に彼女が24歳の頃に事情出産し、家族で大阪府八尾市に引っ越しをしていますが、この時も近隣トラブルはありませんでした。若くして二児の母になったことで大変だったろうけど、順風満帆に生活をしているように思えるな。そして1976年、29歳の時に長男を出産し、3人の子の親となりました。1988年には奈良県平郡町に引っ越しています。若いうちから、随分あちこちに引っ越ししていたのね。その土地に慣れるのも大変だったはずよ。実は、川原さんの夫は小脳脊髄変形症という病気を持っていました。しかも3人の子供たちにも遺伝しており、それが発症してしまったため、療養生活を余儀なくされたのです。この病気は難病指定されていて、歩く時にふらついたり、手の震えやろれつが回らないなどの症状がある神経の病気で、病状が進行すると嚥下障害が起こることもあるんだぜ。症状はとてもゆっくり進みますが、病気が進むと呼吸や血圧の調整など自律神経機能の障害が起こることもあるので、看病する人には精神的な負担を強いられてしまいます。そうなれば片時も気が抜けないわね。旦那さんが発症したのも大変だったけど、子供にまで病状が及ぶのは見ていて本当に辛いわ。川原さんは愚痴一つこぼさず家族の介護に当たっていたと近所の人は話していました。頑張って、気丈に振る舞っていたんだな。そして彼女が奈良へ引っ越して1年ほど経った頃、後に被害者となる山本夫妻が隣に引っ越してきます。ここから、一連の騒動が始まるわけね。引っ越してきた当初は関係も良好で、お互い仲良くしていましたが、山本夫妻の庭に照明を設置したことからトラブルが始まります。その照明は、川原さんの家の窓から光が差し込むように設置されていたのです。神経系の病気を抱える人は、
光を見ると神経に触って病気が悪化することがあるというぜ。病気がなくてもライトがいつも当たっているんじゃストレス溜まるわ。川原さんはせめて囲いでもして、窓から光が入らないようにしてほしいと山本夫妻に頼みましたが、夫妻はそれを無視し今度はわざと早朝から布団叩きを始めました。驚いたわ。初めに布団叩きを始めたのは、川原さんじゃなかったのね。さらに山本夫妻は家の茶碗を洗う音がうるさいと文句を言い、病気で苦しむ息子さんの声を異常者がうるさいと、自治会長に苦情を入れるなど川原さんを苦しめていくのです。自分の子供を異常者なんて言われて、彼女も辛かったに違いないんだぜ。さらには24時間、川原さんの家をビデオで監視し続け、それを知人20人と見ながら笑っていたという話までありました。その話が本当なら、山本夫妻の方が行き過ぎた行動をとっているわ。でもなんでそんな攻撃的なことを始めたのかしら？夫妻はある宗教に入っていて、川原さんにも入信を勧めましたが、断られたため、このような嫌がらせを始めたのではないかと言われているのです。だとしたら、知人というのは信者の集まりの可能性が高いぜ。山本夫妻が自作自演で自宅の塀に落書きをして、それを川原さんのせいにされたり、玄関ドアの鍵穴を接着剤で塞がれたりと、数々の嫌がらせも受けていたようです。それはもういじめと同じじゃない。夫妻が引っ越してくる以前から川原さんを知る近所の住民は、騒音トラブルで迷惑をかけていることを謝罪して、お菓子を配っていた常識のある人でしたよ。と話しているので、もともとの川原さんは常識人だったと考えられています。テレビで向こうは徒党を組んでるけど、私は一人で戦っているっていうことを言っていたわ。これが事実なら彼女の方が被害者じゃない。先にやったのはお前たちだとも言っていたよな。もしかすると原因を作ったのは山本夫妻にあるかもしれないぜ。山本夫妻と川原さんの関係は悪化する一方でした。そんな中、路上駐車していた川原さんの車に、山本夫妻の子供がボールを当ててしまうトラブルが発生します。もう、悪い予感しかしないわね。私が愛用している車に何してくれてんねんと怒った川原さんに対し、私たちの家の前に路上駐車している方に問題があると山本夫人が反論します。まずは謝るのが先だと思うけど、これじゃまるで喧嘩腰だ。この時は山本夫妻が俺、二度とぶつけないように言い聞かせると言うと、川原さんは最初からそう言えばいいねんボケと乱暴に言い捨て去っていきました。明らかに、お互い好意的でない会話ね。今までの鬱憤を吐き出しているわ。この一件は一度収束したように見えました。ところが1996年のある日を境に、川原さんが朝6時から布団を叩き始めます。夫妻がそれを注意したことにより、彼女の行動はますますエスカレートしていきました。これがテレビで見た引っ越し、引っ越しって言って布団を叩いていた映像だったんだ。そして川原さんは24時間365日、ユーロビートやヒップホップ、R&B などの音楽を大音量で鳴らし続けていくのです。家族の介護と、山本夫妻からされた嫌がらせのストレスが、積もり積もって、追い詰められたのかもしれないわ。いつ心のバランスを崩してもおかしくない状況だもの。でも、音楽をかけ続けていたのは、介護中の家族の声を消すためとも言われているみたいだぜ。家族を異常者なんて言われてたくらいだものね。1996年、耐えかねた山本夫妻は民事訴訟を起こしました。そして3年後に最高裁で川原さんが60万円の慰謝料を支払う判決が出て、遅延金25万円も含めた額を川原さんが支払うことになりました。さすがに休みなく大音量の音楽を流すのは、やりすぎだったようね。その後2002年4月、川原さんが山本家の自宅門扉を蹴る様子を防犯カメラで捉えられ、器物損壊容疑で逮捕されました。46日間拘留された後10万円の罰金を受けています。気持ちが収まらなかったのかな。でも実際にやるのはアウトだぜ。川原さんから2年半近く嫌がらせを受けて、山本夫妻は不眠や頭痛の症状を発症し1ヶ月の治療が必要と診断されました。2年半休みなく大音量を聞かされて、彼らはよく耐えていたわね。川原さんは音を流すだけでなく、大声で、今日もここの暇人に家事をするだけで抗議されました。なのに自分たちは布団干しとる。どんな神経で生きとるんやろ。などと暴言を浴びせるような行為を何日も行いました。山本夫妻が警察に訴えると川原さんは再び名誉毀損罪で逮捕拘留されることになるのですが、そのことが彼女にさらなる火をつけてしまったのです。当然ながら、夫妻のやることなすことすべてが気に入らなかったのね。出所して戻ってくるなり、川原さんは再び山本夫妻に罵声を浴びせ、引っ越しを強要するようになっていきました。テレビではホスナ、ホスナ言うたやろ布団、
団、布団、ドットトイレンか、という部分が繰り返されてたよな。表情も言っていることも普通じゃないから、すごく攻撃的で怖い映像だったぜ。釈放された後は、それまで以上に嫌がらせが苛烈化したようです。日常的に土星で罵詈雑言を浴びせられ、テレビでも繰り返し報道されていたあの引っ越せコールが続きました。毎日、繰り返しても止める様子もなかったから、話し合う余地もなかったのね。でも、どうしてここまで収まらない状況に悪化したのかしら？被害者の山本夫妻が、それをずっと撮影してマスコミに提供しているってことは、少し計算されているようで引っかかるぜ。証拠を残すためだったのか？それは川原さんが、警察が来た時だけ騒音行為をやめるなどしていたため、証拠不十分とされたことがあったからです。そこで山本夫妻が撮影したビデオをもとに、警察が音量の測定を行い、さらに夫妻が提出した診断書を受けて逮捕に踏み切りました。やっぱり映像の証拠って説得力あるのね。裁判で提出された資料によると、流された音楽の音量は最大 79.3 デシベルで、これはずっと救急車のサイレンを間近で聞いているのと同レベルの音量と言われています。うわ、それが2年6ヶ月の間ずっと続いたら、とんでもないストレスだぜ。大音量はラジカセの音だけではなく、午前4時まで目覚ましのアラームを鳴らされたり、車のクラクションをひたすら聞かされるというような被害を受けたことも明らかになっています。直接手を下さなくても、立派な傷害罪になるんだよな。山本夫妻の体の不調はさらに悪化し、耳鳴りの他にも前置不詳の慢性頭痛や睡眠障害を患ってしまいました。裁判で検察側は、隣人に苦しみを与えた陰湿な犯行で、嫌がらせは2年6ヶ月にわたった。さらに騒音おばさんの町としてヘグリ町の悪評を広げた。として懲役3年を求刑しました。川原さんはこれを不服とし、相手が何でも私のせいにしたという内容を便箋70枚に綴った意見陳述書を読み上げ始めましたが、途中で裁判長に止められています。70枚にも及ぶ陳述書を用意しているってことは、川原さんなりの強い言い分があったのね。さすがにその量を聞くのは、辛いものがあるけどな。川原さんはさらに音楽を流す行為は傷害罪に当たらないと主張しています。そうなのか？立派に相手を傷つけていると思うんだが、仮に傷害罪に当たらないとしても、山本夫妻が病気になっている以上、何らかの罪に問われることになるでしょうね。最終的に2006年には最高裁が被告の訴えを棄却し、200万円の賠償を明示判決が確定しました。さすがにここまでやって無罪にはならないだろうな。2007年7月に川原さんは刑の満期を迎え出所しました。そして近所の人たちに謝罪して回り、騒音を出さないならという条件で、現在も同じ場所に暮らしています。もともと、山本夫妻を除く近所の人たちとの関係は良かったって言ってたからな。戻る場所があるのは幸せなことだぜ。それにしても、当時はこの騒音おばさんが一種のブームになっていたわね。この騒音おばさん事件は、連日ワイドショーにも取り上げられ、またネタとしてバラエティ番組で扱われるなど社会に強い影響を与えていました。当時はパロディーコントが作られたり、芸人がモノマネをしたりしていたな。2020年には事件をモチーフにした映画ミセスノイジも公開されています。モチーフにしただけだからドキュメンタリーじゃないけど、些細な嫌がらせが発生して家族やマスコミを巻き込んでいくというストーリーなんだぜ。川原さんを思い出さずにはいられないわね。当時の様子を振り返ると、あまりにも衝撃的な内容だったことから、連日ワイドショーで流され報道が過熱していたことは事実です。週刊誌も、川原さんや山本夫妻に関する、嘘か本当かわからない情報や憶測が記載されていたからな。ワイドショーで流された映像は、川原さんの怒り狂い怒鳴り散らしていた部分だけ残し、前後にあるはずの山本夫妻の声は意図的にカットされるなど、編集が施されていたのです。視聴者は意図的に作ったものを見せられて、偏った解釈をしていたということなのね。実際には怒り叫ぶ美代子さんの姿に悪感性をしている山本夫妻の姿もあったり、彼女をわざと怒らせ、その部分だけを切り取っているのではと思えるシーンも存在しています。川原さんに正当な理由があっても、怒り狂った顔の彼女の姿だけを見たら彼女の印象が悪くなるのは明らかだわ。それを承知の上で放送するテレビ局も、加害者じゃないかと疑いたくなるぜ。じゃあ、ことの発端となった山本夫妻が宗教の入信を断ったというのは、事実だったのかしら？報道ではヘグリ町に同じ宗教の信者が多いとされていましたが、現地調査をするとそのような事実はありませんでした。宗教団体系の陰謀論は、話題性が高くて人を引きつけるニュースだから、
大した根拠がないまま報道が過熱していったということもありえるぜ。ただ、川原さんが出所して元の場所に住んでいるのに対し、山本夫妻は引っ越しをしています。その原因が近所の住民からの圧力によるものと言われているのです。それなら山本夫妻が近所の人たちを宗教に勧誘していたという噂も本当にあったのかもしれないわね。山本夫妻は裁判に勝ったものの事件後ネット上で散々叩かれ、それを見た町の人から白い目で見られていたようです。病気になるほど嫌がらせを受けたのに、腑に落ちない部分はあっただろうな。ことの始まりは山本夫妻の嫌がらせにあり、川原さんの行き過ぎた対抗手段が問題でした。さらにワイドショーやネットの情報は、人々が無責任に想像したことも含まれています。間違った解釈が拡散していったから、何が本当かわからなくなっていたのね。裁判の記録上では、完全に川原さんが加害者ということになっていますが、実際にはそれだけでは語れないことが多くあるようですね。この事件の世間的なイメージの半分は、マスコミの偏った情報公開の方法で作られたものということか。これが全てでありことの真相となります。事件のあった日暮里町では、全国初となる近所への迷惑行為禁止条例、安全安心な街づくり条例の制定もされました。この事件が世間に与えた影響は大きかったのね。真相が分かってもモヤモヤが残る事件だったわ。相手を威嚇し強烈なインパクトで話題になった騒音おばさん事件は、世間に大きな衝撃を与えました。ああ、山本夫妻は現在も耳鳴りなどの不調が続いているそうです。ご近所付き合いは仲良く行きたいものですね。今日も閉店させていただきます。ミルでした。